はい、どうも、こんにちは。今回ね、またテルミワイ続きからやっていこうかなと思います。前回は、とりあえず1個のショーが終わって、で、そこでなんか実は、毎回ごめんね、毎回子供たちの名前忘れるんだけど、お母さん、メリーアンが実は、事件のギリギリまで、父親と思われる人と交流があったと。で、一気にその父親らしき人が何か、手がかりがあるんじゃないかっていうところで前回終わったのかな。で、この章からそこにスポットが当たっていくのかなって感じかな。で、ちなみに前回のっていうか、次回予告では、なんか家の中にある秘密が明かされるんではないかというところでやっていこうか。Once upon a time, in a deep and ancient forest, はい。crafty goblins faced the truth about the darkness in the big wooden house. これは Life is Strange 2と一緒で、絵で振り返っていくんだよ It ね。had come for the wise princess, driving her mad and causing her to attack them. When they started asking questions about the princess in the darkness, the goblins realized that no one else in the forest wanted to know the truth. サムと警察、So エ they ディ dug と、and searched and asked hurtful なんだっけ。questions. Learning more about the wise princess than they had ever hoped to. But the search took its toll. The darkness was proving too much for Sister Goblin, and yet Brother Goblin kept diving そうだね、そういう感deeper じで終わったand ね。deeper until Sister Goblin finally said, Enough. And that was how the goblins found themselves separated again, hurt and confused, with so many unanswered questions. And too many open 明wounds. 確に離れ離れになんの？距離を置くようになんの？マジ？そう、なんか前回夢じゃないかなみたいな終わり方したんだよな。Allison, wake up. え、こ。なんか変な空間にいるな。だよな。えらくリアルな夢見てんな。まあ、夢っていうかもう、テレパシー使えるから精神世界なんかな。完全な。うわ、でもやっぱリアルだとちげえわ。こういうとこめちゃくちゃ綺麗だもん。Life is Strange とかだったらちょっとこう、まあ、スケッチタッチだからさ、ちょっとぎこちないとこもあったけど、ここまで 3D になると、そう、この言葉がちょっとね、アリソンにとってはトラウマっぽいんだよな。お母さんの殺してやる発言。ああ、なるほどね。やっぱ追われて、自責に陥ってんだ。これある久々に Life is Strange の怖い世界観、ついに待望の。あ、ちょっと、うるさいかも、音が。え？どういう状況？火の粉大丈夫これ？え？もう一人の僕。おっと、これ Life is Strange のあの世界観来るか、ついに。Life is Strange で俺は衝撃を受けて。Life is Strange Before the Storm。Life is Strange 2では、ごめんね、ちょっと。Life is Strange では怖い世界観あったけど、Life is Strange Before the Storm、Life is Strange 2はなくて、ちょっと俺の中でモヤモヤしてたんだよ。あのセンスあるゲーム作りはどこに行ったんだって、ちょっとね、残念な気持ちになってたんだけど、まさか帰ってくるか。あの橋だ。渦中の。
あ、でも銃持ってる。お母さんか。いや、絶対アリソンだな、顔。やっぱり。やっぱもう一人の僕パターンか。You killed me! 何これ。めちゃくちゃアリソンはやっぱ苦しんでるな。えらくリアルな夢見てんじゃん。もう夢で片付けるべきじゃねえけどな、絶対。まあでもここ立ち直らせるとしたらやっぱタイラーだよな。音楽あるかな、これ。あるな。なんか急に明るい感じ。何も解決してないけど。この BGM 流せること解決しないぞ。あれやっぱ綺麗だな、ほんと。もう音楽を余すところなくお伝えいたします。どこに行ってんだ。でもこれ今の刑事じゃない？斬新な洗い方。その斬新な顔の洗い方。何も整理できねえ。よう、そんなガッツリ目開けるな、水の中で。バカバカ何やってんの。どこだこれ。あれかな、スタートの家かな。あ、違う。そうだね、刑事が残した手紙だから。あ、だから本当に同じ家に住んでるのか。なんか刑事がさ、アリソンをなんて言うんだろう、まあ親代わりとして育てたみたいなさ、いうこと言ってたけど、一緒に住んでんのか。おはよう。君の賃貸申し込み書に必要な書類を書き集め始めました。下の階のキッチンカウンターの上に置いてあります。今日はまだディーとランチの約束で署に来る予定なら、今日まだ、あ、書類を置いてくれたらコピーをしておきます。今日はのんびり過ごしなさい、エディおじさん。私のお手製そば粉ワッフルがキッチン。おじさん。 He's right. Time to get my shit together. あ、あれだね、オープニングできた家だね。何目的は。あ、はいはい。ちょ、音楽止めて、ちょっと。止めらんね。てか、アクセスよ。水場こんな近いんだ。あ、でもいい部屋だな。あ、これ見たわ。あ、見てないわ。I guess I'll have to start fresh with these in Juno. 何これ。あ、これまでのクーポン券みたいな。まあそうだね、近くにあるとは限んないからな。How did we go from being so alike to total opposites? I gotta think about something else. あ、タイラー&アリソンか、これ。写真。Now would be a good time to stop smoking and maybe do a detox at 12. お前、タバコ吸ってんの？
Wish I could just book a one-way ticket to the other side of the world. やっぱタバコってイメージ悪いよな。Whenever I tried to tell him how much I missed him, it felt unfair. しばらく電話したしなかったけど、お友達ごめんね。あ、手紙書こうとしたけど渡せないみたいな、やっぱ。もうちょうど手紙に集中しちゃってお前の声聞こえなかった。これもう一回言ってくんねえか。でもこのくしゃっとした感じ多分出せてないんだよな、多分。I could do my laundry. Maybe later. トイレな、トイレの位置やだな。なんかすごい独特。まあ、普通っちゃ普通なのかな。じゃあ結局あそこでじゃあタイラーとアリソンが別れて、今別々で過ごしてるってことか。行こうか、じゃあ。めっちゃとことか歩くな。なんかちょっと、あい。お、ちゃんと音楽遠ざかってる。音楽消すってここまでなかったからね。俺が非常識じゃないよ。若いや、かなり若くっていうか、子供の頃じゃん。へえ。It's gonna be a long winter. いい部屋貸してもらってんじゃん。え、なんで？Probably eat something. God, I feel so weak. あ、なんか思い出されてるんだ。一応二人いないと思い出せないっていう設定だよな。He doesn't like this kind of attention, but he really does so much for the community. ああ、なんかその感謝の手紙をね、あの警察の方に送る。So many months of snow boots ahead.いやでもぜひともなんかタイラーね、仲直りしてそれぞれの道進んでほしいけどな。まあそうなるんだろうけどね。これ正解かな。エディ looked pretty concerned when I came home last night. I should have talked to him about what happened. But what the hell was I supposed to say? あ、でもあっちキッチンだ。じゃあこっちだってるわ。キッチンだよな。そうだな。失礼します。あ、事件のファイルだ。I'm glad he never pushed me to change my last name. アリソン・ローナ。パッと分かんなかったけど。Still can't believe Eddie never told me he was paying for fireweed.ああ、払ってくれてたんだ、実は。警察のエディさんが。エディさん。That was a good memory. Even though Tyler couldn't come. めちゃくちゃお父さん代わりでやってくれてんじゃん。エディ君。いろんな呼び方で呼ばせていただきます。勝手に開けんなって感じだけどな。あ。I don't think I know any Claire's in Delos Crossing. あら。But I shouldn't be snooping in here. 何そういうエッチな店いますか。やめてよ。え、なんで。勝手に漁ってほしくないよ。He better buy something new if he's actually got plans with this mysterious Claire person. 待てか、まあ普通に電話番号もらったのかな。警察の方。あのエディさんいい男ねっつってもらったんかな。これ私の電話番号って言って。Haven't heard him play in a while. It just sits there collecting dust. A secret keeper in her secret keep. Maybe there's something in the Book of Goblins that will help me figure this out. なんでお前の部屋にこれがあるの？え、これ130じゃないの？Maybe there's something in the Book of Goblins that'll help me figure this out. え？目のマークでしょ？ここだよね。え？
手がかりになることが書いてあるかも。Looks like this is coin operated. え、なにこれ。え、ちょっと待って。まあでもコインで開けるってことは別に関係ないってことかな。え、ここに絶対あれあるよな。あ、なんだっけ。名前なんだっけ、収集品か。絶対収集品だよな。This is personal. 我が息子へ、今回ばかりは私も会長にならんそうなので。誰にかけて書いてんの。ああ、お母さんからか。エディの。はいはいはい。え、これ開けれねえの？ A secret keeper in her secret keep. Looks like this is coin operated. え、なんかキッチンにコインがあるのかな？これ、順番俺が早く来ちゃっただけか。絶対開けるよ。あ、でも開けないのかな？え？あ、でも見れないわ。Something's not right. What is this?I need to get all that paperwork together. Maybe that'll help me focus and clear my head. I wish Eddie's mom could have taught me how to do this. 何これ。 I wish you could just change your mood as easily as a record. 絶対収集品じゃん。でもコインないもんな。コインで開けるみたいねって言ったよ。いい部屋。いいリビング。I wish I thought shooting some hoops would help me forget all this.I wonder what Michael would think about this. そうだね、マイケルだよね、これね。Would he even get it? I don't feel like listening to anything right now. 何このいかつい。何これ。ゲーセンじゃん。ゲーセンとかなんかもうスロット台みたいな光の、あれだな、チョイスしてんな。I wonder what Tyler's up to out of the house. あ、あるある。ちょっと待って、あるよ。アリソン。収集品っぽいのある。アリソン、収集品っぽいのあるって。アリソン、あれ絶対収集やった。あんなもん。おいおい、アリソン開けてくれ。絶対収集品だった、あんなもん。おいおい、何これ。 The world feels so fucking small right now. シアトル。 I've gotta find a way to get out of my head. シアトル。 Eddie loved his Mishka so much.シアトルといえばライフイズストレンジ2だっけな。舞台を。あんま覚えてないけど。あ、来い。あ。パスケースだ。あれですか。あ、俺のやつかい。俺のやつかーい。チョコインもらってこう。一枚。全部取れば別に。What if I just packed a bag and left? 一万それだって額、大した額じゃないだろう。Packed a bag and I wonder if I'll ever hear from Tina again. 開けに行こうぜ。ちょっとじゃあ多分進むかもしれないから、ちょっと先開けに行こう。いや、やっぱり。No way. It worked.わかりやすく収集品。取っていいやつじゃないだろ、絶対。こんな厳重に入れられてるやつ。ちょくちょく収集品の入手の仕方盗難だよな。シンプルな。あら、こんなところにが7割で残り3割シンプルな盗難なんだよな。どうにかできなかったか。ちょっと俺もなんか、あれなんだけど、後ろめたいんだけど、普通に。Must be great to feel like you belong somewhere. Anywhere. アジアンテイストだね。あ、楽しそう。 I so don't want to go back to the station. Not after yesterday. いろいろ調べられるところあるな。あー、レシピか。レシピ雑じゃない？そこに入れる？
Maybe if I make something for Dee, it'll help calm me down. Dee とランチ。Maybe if I make something, I should have let myself enjoy these trips more. これか書類って。これ見ようぜ、ワッフル。Here's the file. ワッフル見たよ。ワイフワッフル見た。ワッフル見てるって。How could you do this to me?あ、メリーアンの計画見えちゃってんだ。ID and pay stubs. I can't really eat anything right now. あ、ごめんごめん。わ、結構来てるな、お前。タイラーといる時はなかったのにな、そういうことは。女。あ、D メールとどこもあるぞ、D メール。送れるかな。アリソンに届くといいな。給与明細かな、雇用証明書か。そうだね、給与だね。この世界では D メールなんだ。 I got pretty lucky with this job. Tessa and Tom really took a chance on me. ん？これでいいのか。あ、 ID と給与明細を今から集めるってことか。 I wish。 ん？これだから部屋に戻れってってことか。ちょっともう一回じゃあ戻ってみようか。あ、ここ行けるわ。あ、置いてないって。まあでも俺の部屋だよ。タイラー。I told him I wanted to stop messing with those memories, but he wouldn't listen. あ、なんか変に記憶を追っちゃったせいで、ぐちゃぐちゃになっちゃったんだ。なるほどね。We look out for each other. That's what you said. ああ、だからタイラーとメリーアンの幻覚を見てるんだ。You left me, Allison. こっち見てるもんな。All alone and scared.大丈夫か、お前。I can't deal with this right now. This isn't real. He isn't real. 守ろうぜー。結構きついよな。え、こんなとこにお前しゃがむ前にここじゃないっつったじゃん。ごめんって、しゃがませちゃったよ。ごめんごめん、ここじゃないって思いながらしゃがんだんだな。ごめんな、ここじゃないのに体が勝手にっていう描写なのか。なかったっけ。違うか。そうだね。カフェ、クーポン券みたいなやつだな。え、じゃあこれか？お、大事な書類っぽいな。Here they are. イェーイ。え、まとめてないの？そこに。同じようなファイルあるけど。え、エディの部屋にあんの？まさか。あら。マリアン、What's going on with you? テスターおばさんを見えてんの？ If you need help. ああ、あの瞬間の記憶か。Oh、my God. Don't start. こことかないの？てかもうすでに入手してるのかな、もしかしたら。一回帰ってみたらどう。 My driver's license should be in my wallet. Or in my bag. 財布の中にある。あ、じゃあ財布だったらあそこあんじゃん。まあまあいい感じに切るわ。じゃあちょっと思ったよりぐたついちゃったから、いい感じに切ってやるわ。切ってやるわって。切ってやるわね。あ、here's my ID. 切ってやるわ。じゃなくてね。でやるわ、かっこ、あの動画とするわね。This place was never much more than a bachelor pad, huh? There was so much I planned to do. All those sacrifices I made. あ、全員が敵に見えちゃってんだ。
lying to my face? 自分の都合の悪いように見えちゃってんな。My client deserves better. あれってか今俺何分やってる This never happened. 俺始めた時間覚えちゃったね。Brain vomit. ここから立ち直れるか、こんな幻覚見て。あ、すんな。Where's that coming from? Where did I leave my phone last night?Where's that damn phone? もう明らかにあっちだよな。いや、音って便利。ここじゃない？え、怖っ。シンプルな地下室、怖っ。なんでこの手の地下室多いの？海外のやつって。当たり前の地下室があるのが。あ、でもなんだっけ？家の構造あれだっけ？ちょっと変わってたっけ？斜め2階建てみたいな感じになってたっけ？こっち、ここガレージかな？え、し、めちゃくちゃはっきり見えてんじゃん。Only thieves and monsters hide in the dark. Fly back to the light, Allison. あら。でも。What the? 味方の発言じゃない？ Hey. No, no, no. I cannot deal with you right now. 一旦終わろう。一旦終わろう。思ってた今見た正面に4個ぐらいあったから調べられるところ。ごめん、ここで一旦切るわ。うん。じゃあ、あとした。